ここはタウシュベツ川橋梁見学ルートの駐車エリア。国道から 4km ほどの未舗装の林道を走った先にあり、この場所からは車を降りて橋へと向かう形になっている。林道入り口には封鎖されたゲートがあるのだが、道の駅上士幌でゲートの鍵を借りることができる。ただし鍵の貸し出し数は多くないので、事前にネットや電話で予約を入れた方が良い。これがタウシュベツ川橋梁へのアクセス林道なのだが、その直線上に橋へ至る道がある。実はこれも鉄道の廃線跡なのだ。航空写真で見ると林道の先に橋があるのがよくわかる。鉄道が通ってた1948年の様子がこんな感じ。1953年にぬかびらダムの建設が始まり、国鉄士幌線のタウシュベツ川橋梁も含む一部区間がダム湖に沈むことになり、ルートが変更されたのである。70年近く前に廃された鉄道跡を進み、今や日本で一番有名となった廃線アーチ橋へ向かう。映像ではカットしているが、ツアーの団体さんも来ていて、北海道を代表する観光地であることを感じさせた。森林を抜ける手前には大量の倒木が転がっている。おそらくここいらもダム湖の満水時には湖面の一部となっているのだろう。さあ、間もなく橋が見えてくる。ドキドキしながら前進していたのだが、その1分後には U ターンして車へ戻っていた。スマホだけで来ててメインカメラ忘れてた。カメラバッグ回収し、再び橋へ向かう。しかし、また同じ経路で向かうのも面白くないので、あえて駐車場横の斜面を降りていき、湖岸というか、枯れたダム湖を進んで、橋へと向かうことにした。水が溜まれば固定となる大地には、いくつもの切り株が散らばっている。ダム完成後に森をそのまま湖に沈めてしまうことも多いが、ここではダム湖になる前に伐採が行われている。大雪山系の森林はもともと木材の産地であり、かつてここに広がっていた森林の木々も貴重な資源として刈り取っていったのだろう。ちなみにこの切り株たちは真冬になるとちょっと変わった景色を生み出す。切り株の上に傘のごとく雪氷が乗るキノコ氷。凍った湖面が切り株の上に乗ったまま水位が下がり、その上に雪が積もってキノコ状になるのだ。この光景はぬかびら湖の冬の風物詩となっている。ひび割れの地面を進むことしばらく、いよいよアーチが見えてきた。前回訪れたのが5年前。その頃から、いつアーチが崩壊してもおかしくない、と言われ続けてきた。実際に SNS 等に上げられてる写真を見ても、徐々に崩壊してきていることが見て取れた。それでも、2024年の時点では、かろうじて連なるアーチは欠けていなかった。しかし、それがまた来年まで続く保証は、どこにもないのである。ボロボロになりながらも、なんとか保ち続けている 11K のアーチ。一部は板一枚で本当にギリギリ繋がってる状況だ。この時の季節は5月中旬。ぬかびら湖の湖岸がちょうど、タウシュベツ川が注ぎ込むところまでであった。日本で最も春が遅い地域も徐々に気温は上がり、これからさらに雪解け水を集めて、水位が上がってくるのである。やがて雨水なども加えて、ダム湖は満水期に入り、タウシュベツ川橋梁は完全に水没してしまうのである。一年を通して、橋は湖面から出たり沈んだりを繰り返し、その影響でコンクリの劣化が早く進んでしまい、70年ほどで古代遺跡のような姿になってしまったのだ。湖へと合流するタウシュベツ川。アイヌ語で、カバの木を多く生える川、とのこと。白樺の森が、このダム湖のかつての姿だったのだろう。橋のたもとから、全景を見渡す。間近で見ればなおのことに、朽ち具合を感じてしまう。構造物として、末期もいいところである。これは、タウシュベツ川橋梁と同時に作られた、同じ士幌線旧線の、第二音更川陸橋である。こちらの橋はダムの手前にあるので、湖への水没を免れている。もちろん都市付き相応の風化はあるが、タウシュベツ川橋梁ほど朽ちてはいない。タウシュベツ川橋梁も、ダム湖に沈んだりしなければ、この橋と同じような姿で残っていたと思われる。同じ路線の同時期に作られた兄弟橋よりも、数十倍の速さで劣化していくタウシュベツ川橋梁。主に大きく崩れるのは冬から春にかけてで、冬季のダムの放水で水位が下がった時に凍った湖面が橋を傷つけながら崩れてしまうからだ。
またコンクリートに染み込んだ水分が凍ったり溶けたりして内部から傷ませてもいる。春先過ぎれば比較的劣化の進行は緩まるのだが、2024年6月、この時期には珍しい大きな崩壊が発生する。それは自分が訪れた約1ヶ月半後のことだった。その1ヶ月半後に崩壊することになる箇所の様子。橋脚部の上の方の外壁が浮き上がり、大きく亀裂が入っている。そして2024年6月28日に橋の内部に詰められた砂利が亀裂からこぼれ落ちるのが確認される。その2日後の2024年6月30日、浮き上がっていた外壁部がついに崩壊した。このニュースはマスメディアにも大きく取り上げられ、この橋の存在感の強さと影響を感じさせた。崩壊前の姿と対比すれば、外壁部分がごっそり消えているのがよくわかる。2023年頃から崩壊のスピードが加速し始め、アーチの終焉はいよいよ目前となるのだろう。湖岸から高台の上へ、ダム湖をバックに廃墟が佇む。観光資源として強い存在感を持ちながら、文化財に指定されるわけでもなく、実際の立ち位置は一つの廃墟でしかない。橋はダム湖の中にある放棄された構造物という扱いで、ダムを管理する電源開発株式会社は橋の保存に否定的なスタンスである。もっとも保存するにも湖に沈んでしまうような構造物を守り残していくのは困難なのであろう。外壁がなくなり、中の砂利もこぼれ落ちて錦帯橋のような太鼓橋状態になってしまっている。この残ったアーチ部がいつ崩壊してしまうか、その日はもう遠くない。70年前まではこの上を列車が駆けていた。今はもうそれを想像することが難しいありさまになっている。だがこの通り、ダム湖ができる前はタウシュベツのアイヌ語の語源の通り、白樺の森林を流れる川をまたぐ迷うことなき鉄道橋であったのだ。建設中は多くの作業員が集まり、多くの資金と資材を集め、山深いこの地に鉄路を切り開いた。だが開通からわずか16年でダム湖に沈んでしまう運命となった。交通ネットワークとして利用された期間は本当に短い年月しかないのだが、建設した当時の鉄道省も橋を沈めた電源開発も全く予期しなかったことに、ダム湖に沈んだり出たりする幻の橋として一躍有名となり、道内有数の観光地となってしまった。おそらくこの橋を見るために訪れた人々は、鉄道橋として列車が運んだ旅客数より圧倒的に多いのではないか。実際この日も平日にもかかわらず、幾多の人々が訪れていた。アーチの崩壊が近づくタウシュベツ川橋梁だが、そのアーチが欠けたとして、この橋の価値は失われるのだろうか。いな、そんなことはないと自分は確信している。アーチが欠けて残った橋脚部は、きっとぬかびら湖に掲げられる聖杯のごとく、この地に残り続けるだろう。変わりゆくこの橋のすべてを肯定し愛し続けていく。